ヒラノ仕様のファンとの熱い交流。インスタグラムでのコミュニケーション術。元キングプリンスのメンバーであり、滝沢秀明氏41が立ち上げた株式会社トベに合流することを発表したヒラノ仕様26が、インスタグラムの人気急上昇中です。彼の投稿やストーリーズ機能での質問返しは、ファンたちを喜ばせる一方で、一部の人々には戸惑いをもたらしています。この記事では、 ヒラノ仕のインスタグラム活動について詳しく見ていきます。ヒラノ仕がインスタグラムでの活動を本格化させたことで、彼の人気は急上昇しました。彼のインスタグラムアカウントは、開設からわずか数日で309万人を突破し、著名人たちからもフォローされています。彼はファンとのコミュニケーションを重視し、投稿にはたくさんの写真を掲載しています。また、 ストーリーズ機能を活用してファンからの質問にも積極的に回答しており、その対応には賞賛の声が上がっています。ストーリーズ機能を使った質問返しは、ヒラの仕様のファンとの交流をより密接なものにしています。彼はファンから寄せられる様々な質問に迅速かつ楽しく答えており、顔文字やびっくりマークを駆使してコミュニケーションをとっています。彼の回答はユーモアに溢れており、 時にはファンを驚かせるような答えもあります。例えば、香水のおすすめを尋ねられた時には、え、やばいよ。めっちゃあるよ。いいやつ。と返答しました。また、平野仕様はファンの質問に対して柔軟な対応を見せています。彼はファンからの質問や愚痴にも親身になって答え、ファンサービスに力を入れていることが伺えます。その一環として、ファンが質問を送るときに、いらっしゃいませ。 気軽にどうぞという炎の絵文字を添えています。これによって、ヒラの仕様とのコミュニケーションがより身近なものに感じられるのです。一方で、ヒラの仕様の新たなコミュニケーションスタイルには戸惑いを抱く人々もいます。彼が金プリ時代には個人アカウントを開設しておらず、プライベートな部分が謎に包まれていたため、彼のインスタグラムでのブランクな対応に驚く人もいます。ファンからの質問に対して、 時には過激な回答やブランクな言葉遣いをすることがあります。これにより、一部のファンは彼のイメージが崩れ、戸惑いを感じることもあるようです。しかし、長年ヒ野の仕様を支持してきたファンたちからは、彼の新たなコミュニケーションスタイルに対する理解と支持の声も上がっています。彼らは平夜のユーモアやおじさん興文を愛しており、彼が変わらないことを喜んでいます。彼のインスタグラムでの活動を見ても、 彼が昔からのままであることが伝わってくるのだそうです。平野仕様のインスタグラムでの質問返しは、彼のファンに喜びと戸惑いをもたらしています。彼の積極的なコミュニケーションスタイルとユーモアに富んだ回答は、ファンサービスとして高く評価されています。一方で、一部の人々は彼の新たな姿に戸惑いを感じることもありますが、彼の長年のファンたちは彼の変わらない魅力を理解し、彼を支持しています。 平野紫仕様は自身のインスタグラムを通じてファンとの距離を縮め真のファンサービスを提供しています。彼の活動を通じて彼の人気はますます高まり彼のファンは彼の魅力に魅了されています。彼のインスタグラムでの質問返しは彼の個性を表すものであり彼のファンにとっては喜びに満ちた特別な瞬間となっています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。